東京ミッドタウン日比谷は東京都千代田区有楽町一丁目にある複合施設である。開発、運営事業者は三井不動産、建設工事は鹿島建設が受け負った。2018年3月29日に開業した。建設中の仮名称は新日比谷プロジェクト。映画館や劇場に隣接した地区で日比谷三井ビルディングと 三振ビルディングの跡地を再開発し建設された。地上35階建て、延べ床面積は約18万9000平方メートル。賃貸オフィスや大企業とベンチャー企業の連携を促すインキュベーション施設に加えて商業施設部分に全60店のテナントが入る。総工費は1322億円。三井不動産はビジネスだけでなく、 日比谷地区の文化的価値を高める拠点とする意向を表明している。野外には日比谷の賑わいの中心となる日比谷ステップ広場4から5階にシネマコンプレックス東方シネマズの期間店である東方シネマズ日比谷6階には日比谷公園を一望するパークビューガーデン9階にはオフィスロビーがある。地下1階の日比谷アーケードはアールデコ風とし、 三振ビル、日比谷三井ビルの保存部材を各所に使用。その衣装を一部取り入れている。また低層部は三振ビルの衣装を継承し高さを百尺とすることで、右側の日生劇場と高さを合わせて、外区の一体感が感じられるようにデザインされている。さらに、ビルの外観に曲線を使ったダンシングタワーというコンセプトは、近くの内幸い町に、かつて存在し、 舞踏会が多く開かれた6名館を意識している。ホップキンスアーキテクツが建築デザインを行った。2019年に第60回 b c s 賞を受賞している。商業フロア全体としては、コンセプトとしてザ・プレミアムタイム・日比谷を掲げていて、著名アーティストの監修や企業間のコラボレーションにより誕生したショップや日本発6店舗、 新業態22店舗を含む計60店舗の個性的な店舗が入居した都市型ショッピングセンターである。特に商業フロアの共用部は劇場空間都市をデザインコンセプトとし、従来より少し高めの年齢層をターゲットとしていることから落ち着いた大人の雰囲気を表現すべく、従来の大規模商業施設と異なり、白ではなくクリーム色を基調とした照明と、 壁色になっている。また、地下のアーケードは、以前の三振ビルディングをモチーフとした、レトロなデザインで構築されている。東方シネマズ日比谷は、東京都千代田区有楽町一丁目の、東京ミッドタウン、日比谷内にある映画館。経営、運営は、東方シネマズ株式会社。概要東京ミッドタウン。 日比谷開業と同時に開館した映画館で2018年2月4日まで有楽町マリオン内で営業してきた東方シネマズ日劇及び2015年2月27日まで二遊東京ビル内で営業してきた東方シネマズ楽座2005年4月8日まで東方開館内で営業してきた日比谷映画の後継となる東方シネマズの期間館である 日比谷シャンテのネムの広場にあった、東方映像美術所属の彫刻家、小林智美製作の平成ゴジラ像はここに移動され、同劇場のシンボルとなる。東京ミッドタウン、日比谷内には11スクリーンに約2200席を新設、さらに隣接する東京宝塚ビル地下の旧、東方シネマズスカラザ、東方シネマズミユキザの2スクリーンを改装、統合したことにより、 1> 計1 3スクリーン2830席となり、都心最大級のシネマコンプレックスとしての運営を行っている。なお、計画当初は同じく隣接する東方シネマズシャンテとも統合する計画だったが、シャンテのファンからの要望に応える形で、シャンテは統合せずそのまま存続している。スクリーン総座席数は2830席。 1>, 1階オフィスエントランス6階花園オフィスフロアはローンチカスタマーとしてエルンストヤンググループが日本拠点として施設オープンより1ヶ月以上早い2018年2月から入居しており10階にグループ専用受付を設けるほか13.15から21.31階に,に入居と KQ フロアを使用しているまたその他にも ファーストロジックや不動産コンサルティング会社のハイトマンなどが入居するほか、旭化成本社も入る。ありがとうございます。